最新情報、平野翔二27歳の誕生日を迎える。平野志明の誕生日お祝いが SNS に殺到。ナンバー、愛のメンバー、平野翔が自身の誕生日を祝いました。27歳になりました。SNS は祝福のメッセージで溢れ、迅速にトレンドのトップを席巻しました。ファンが用意した動画や画像が次々に投稿され、それがまるで、祭りになりました。悪意を持つ者がどれだけ試みても、 これは平野翔の力です。今日、ツイッターは日本で最も多くの人が利用するソーシャルメディアで、ナンバー、愛が最も検索される人なり、人々は自分の意見や趣味を共有します。数字は嘘をつかない、彼の影響力はファンによる検索数を通して明らかになりました。平野翔の2024年の誕生日祭り、彼の誕生日は突如として、ファンの祭りの日、まるでクリスマスのようになりました。 みんながこの重要な日を祝福し、楽しみながら食事をし、パーティーを開催し、小さな贈り物を交換しました。彼に関する一つのテーマで心を打たれました。人々は自分たちの感情や成果をソーシャルメディアに投稿し、みんなが互いに応え、喜んでいました。なぜなら、彼の影響力が大きすぎて、彼を愛するコミュニティが生まれたからです。ナンバー 愛のメンバーもこれを知っており、平野翔に SNS でファンが彼の誕生日を盛大に祝っていることを伝えました。平野翔は、はい、と答え、ファンが言ったこと、SNS に投稿されたことが彼に届いたようです。彼はファンが自分のために言ってくれたことに非常に満足し、感謝の意を表明し、平野翔に対する観客の愛に応えるために真剣に働くことを約束しました。 彼が旧所属事務所を去ると、多くの悪意ある者たちは彼を挫折させ、ファンの目には彼を悪く見せようとしました。しかし、彼らは彼を簡単に打倒することはできませんでした。彼は打ち倒せない党であり、彼の背後には多くのファンが彼を支持し、どんな困難にも立ち向かってくれる覚悟がありました。彼の誕生日を過ぎれば、平野翔への観客の愛情が透明になります。 これは世界中のどの有名なアーティストも成し遂げることのできないことです。おめでとうございます。平野さん、ますます成功をお祈りしています。素晴らしい一年をお過ごしください。